どうも紅茶です。今日はじゃん、水中水分で接着アクアスケーピンググルー、モスの岩流木につけたり各種 DIY で活躍ということで、アクアリウム用のグルーですね。これなら安心して使えます。で、私流木がですね、浮いてしまうという悲惨な事故に遭ってしまいまして、じゃあお水を入れようと思います。おかしいな、あ、これ浮くのか、ちょっとまさかの浮くんですけど、これ今流木レイアウト流木不在水槽になってしまった水槽があります。なのでずっと流木を1ヶ月以上、2ヶ月ぐらいかな、水につけといたんですけど、やっぱり浮くんですよね。でっかいお鍋でアク抜きするっていう手もあるんですけど、一回流木でアク抜きしちゃうと、そのお鍋流木用お鍋になっちゃうんですよね。普段の何料理とかで使えなくなってしまうので、あんまりやりたくないと。で、ああいうでっかいお鍋って結構いいお値段しますので、水にずっとつけてたんですけど、やっぱ沈まないんですよね。結構重たいくせに 2、3キロ、2キロぐらいかな、2キロぐらいあるんですけど浮くっていうね。ということで今回はこれで流木の裏に石をくっつけて、重しをくっつけて沈めたいと思います。はい、でもう実は準備してあるんですが、これをね、これにしました。石はこのここにじゅーっと、あらららら、らモルちゃんがこんな感じ、あらららららら、らすごい走るね、モカくんが走り回ってます。こんな感じかな。で、ダン、これでいいのかな。水中に入れながらも作業ができるみたいです。飼育環境でろ過の弱い小型水槽、水質に敏感な生態がいる水槽などに導入する場合は、接着するものを別のトレー、もしくは水の張った別容器で行います、だそうです。で、水をつけないと硬化しないらしいので、水をつけますか。ちょろ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 、これでつくんかなちょろ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 、どのくらいで固まるんでしょうか。しっかり硬化するまでは動かしたりしないでください。水中で硬化が落ち着いたら数分程度本水槽に導入してください、だそうです。あ、でも、あ、でもはっついてますね、はっついてます。へえ。で、この石1個でさ、浮かないかな、どうかな、浮くと思いますか、浮かないと思いますか。いや、浮きよ、浮きそうだよ、浮きそう。でもね、これめっちゃ重いんだよ。あ、取れましたね取れました、なあ、取れちゃった。はい、もう一回、よいしょ、ギュッギュッギュッ。で、やっぱ数分待ちます数分程度と書いてあったので固まったんじゃないかなと思います。果たして石1個だけで沈むかな、沈むだろうか。あ、固まってますね。お、お、ついに沈むのか。あ、なんかちょっと浮きそう、あー、ちょっと浮きそうな雰囲気がある、ガタガタしてる。あ、なんか若干足元が浮いてる気がする。やったー、入りました。ようやく入りました。最初からこうしてればよかったんだね。あ、ようやく流木レイアウト水槽になりました。こんな感じでいいかな。ちょっとガタガタするねガタガタする。だ、ようやく沈んだ、いや、沈ましたかな。まだニューラジパールがね、生え揃ってないんですよね。これがね、早く緑の絨毯になったらいいな。上から見るとこんな感じ、ちょっとね、上が来てます。もしかしたらもうちょっと石をもう一個つけた方がいいかもしれない。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。このグルーはね、いいですよ。モスとか水草つけるのにもいいらしいんで、ぜひ。ただ私はモスはつけると、産卵するとね、トリミングがめんどくさいんで、この水槽はモスは、とりあえずはなしかな。あんまり知らないモスだったらつけたいかなと思っております。ご視聴いただきありがとうございました。よければ、グッドボタン、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。